あの少女が大量殺人犯。高山綾。同級生6人くらいやっちゃったって。暗そう。目やばくね。怖い。動物の死体とか見て笑ってたんだって。キモ。頭絶対おかしいって。あ、人間ってなんて自分勝手。私は望みを叶えてあげた。ただそれだけですよ。死にたい。はじめはクラスメイトの少年新井くん。高山さん、死にたいんでしょ。手伝ってあげようか。その日、新井くんは飛び降り自殺した。彼はきっと天国で幸せに暮らしている。その次はリストラされたサラリーマン。首吊りの準備を手伝ってあげた。その後も私のお手伝いは続く。人生に追い詰められた人間たち、みんな私に感謝して死んでいった。集団自殺？友達の友達の友達も集めてみんなでやろうと思うんだ。どうして私に？高山さんがそういう知識に詳しいって聞いたから。どこで？ネットで噂になってるんだよ。最近県内で自殺を手助けしてくれる人がいるって。3ヶ月前新井が死んでから急に増えたんだ。あの日最後に新井を見たってのが確か高山さんでしょ？ひょっとしたらって思ったんだけど。違う？死にたいんだ。合言葉なんでしょ？やっぱりそうだったんだ。わかったわ。手伝ってあげる。壁が熱い。そろそろ死んだかな。すごい匂い。死んだの？みんな。あなたまだ生きてたの？僕やっぱり怖くて、みんな火つけて燃えてすごい熱くて、どうしよう、一人になっちゃった。怖いよ、死ぬのが怖い。大丈夫よ。みんな幸せそうな顔で言ってる。すぐに解放されるわ。高山さん、さようなら。
死んじゃった。人間ってなんて自分勝手なんだろう。火災のあったビルから頑張れないやつに頑張れとか、誘拐で帰ってきたやつを成人扱いだとか、死にたいやつに死ぬなとか、殺したやつに狂ってるとか、何が病んでる？そんなの私が決めること。私は正しい。さあさよならしましょう。あの夕日